スマートフォン、これもちょっと切っても切り離せないと思います。まあ、携帯端末、まあ、主にスマートフォンですね、これについて最後お話ししていきたいと思います。はい、スマートフォンの歴史から見るとですね、これ1973年、私が生まれた年にですね、まあ、通話ができるようになりました。で、1984年、11年後ですね、持ち歩く携帯電話っていうのが初めて使われるようになり、発売されました。これはモトローラ製という海外の製品で、75万円しました、最初は。だけどもう画期的でした、これがね。よくこんな大きいね、こういう吊り下げ式のね、うちの親父がこうそうそうそう、あれでもすごいことでしたもんね、電話を持ち歩けるっていうのはね。それコードレスじゃなくてですか？はい、コードレスじゃなくてですか？コードレスですよ、最初こうバッテリーがあって、ああ、そうそうそう、バッテリーがあって、あ、バッテリーごと、ああ、バッテリーがこんなでかいんですよ。でかいんですよね、キラのコーラのそう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 僕一番最初持った携帯がこれぐらいありましたよ。ああ、トランシーバー。そうです、ああ、そうです、自分もそれぐらいですか、だいぶ、モトローラー、めちゃくちゃ重たい。落とすとカーンと音がで、多分5つぐらい年下の子が高校生でも持ってるって時代がありますね。持ってるって時代がありますね、僕の高校の時は。そうですね、私も高校生からですね。ああ、高校生で15歳でね、ポケットベルスが高校じゃなかった。まあでもそれでも画期的なね、携帯電話っていう、ポケットベルが主流だった。うん、そうそうそう、ポケですね。で、まあそういうふうに携帯電話がどん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 進化してスマートフォンになってきて、もう劇的にね生活が変わっていって、もう今では当たり前、これはなくてはもうならないものになりました。